皆様の新人の頃でも結構なんですけれども、お金や生活の苦労話などございましたら。私も、24、5ぐらいまで貧乏生活をしまして、まあ落ちてるものがとても美味しそうに見えるんですよね。この人ね、山育ちだから東京でも草生えてるでしょ。食べれる草と食べれない草が分かるんですよ。すごいでしょ。あの奈良にいた頃は本当に草のみとか草木を食べて育っていたので、なんて言うんでしょう、東京に来てからその辺に生えてる草を取ったらあかんとは知らなくて、本当に一度は手を伸ばしました。いや、それ貧乏やったから違いますよ。本当に食べれると思って、だけど友達にそれはあかんって言われて、排気ガスとか汚いからって言われてやめましたけど、でも貧乏生活はすみさんほどではなかったですけど、もう苦しくなったら父母に助けを求めてましたけど、できるだけしないように、もらったもので1ヶ月過ごして、だから1万円弱、1ヶ月1万円弱ですかね、そんな気もなかったかなぐらいで過ごしてましたね。